陸上自衛隊の副幕僚長の小林さんが部下を引き連れ、靖国神社に参拝した。防衛庁では、靖国問題については、平和を祈る自衛隊の精神とぶつかるところがあり、常々注意している。日本の政府の基本的機能は、自民党ともども、規律が乱れ、とても非常時には使い物にならないのではと、心配されている。近年、靖国神社という神社を過大に礼賛する政治家の出現と相まって基本を忘れ、極端に右傾化したイメージの振り巻きが問題になっている。その政治家は、韓国のイカサマ宗教に異常に肩入れし、日本の庶民を崖から突き落とす行為を行い、国中で問題になった。宗教に変せず、忠実な平和の使者として、しっかりとした行動をとっていけるように、見守りたい。